元気ですか？今日はこの絵を描いていくよ。三角をいっぱい描いて、お山みたいにするんだ。一緒に描いてこ。よし、頑張るぞ。まずね、下の方に三角を描いていくよ。この三角は、まっすぐの線でもいいよ。にゃんはね、こんな曲がった線が好きにゃりよ。だから三角もちょっとね、ふにゃーんと曲げてみたにゃり。これ曲がっているのは、なんていうかな、ズレがあんまし見えにくいから、いいんだよね。三角いっぱい。結構簡単でしょ？それでもなんかお山みたいになってくる。もみの木みたいな感じで。いい感じ。今日はね、にゃんは茶色い毛になってみたにゃん。どうかな？結構にゃんこれ気に入っちゃったから、これから結構この格好で登場するかもしれないにゃん。にゃーん。にゃーん。にゃーん。山を描くにゃーん。にゃーん。今日もにゃんこちゃんが後ろで泣き始めたにゃん。にゃーん。絵を描き始めると猫ちゃんも一緒にやりたくなるにゃん。二段目の山が描けたにゃんよ。はい。三段目も行こう。にゃりーにゃり。にゃりーにゃり。みんなは食べ物何が好きにゃり？にゃんはね、餃子が大好物にゃん。だから毎日口が臭いにゃん。でもね、今、マスクするでしょ？だからね、結構、平日でも、食べちゃってるにゃんよ。マスク越しでも臭いにゃんか？ごめんにゃ。あとの、そうだな、ニラまんじゅうも大好きにゃ。多分にゃんはちょっと臭い食べ物が好きにゃ。皮で包まれた臭い食べ物。ニラが好きにゃ。にゃーり。にゃーり、にゃーり。山がだいぶできてきたにゃんよ。どう？見てみて。みんなはどれぐらい山仕上がってきたにゃんか？もう山の量もね、自分で好きでいいにゃんよ。あと、こう山の木の一本の、高さとか、幅の狭さ、広さとかも、もう本当にオリジナルで書いてにゃり。よし、山できたにゃり。次ね、お月さん、描こうかな、ここに。まーるっと。歪んでるにゃん。そしたらね、ちょっと、にゃんは星に見立てて丸を、いろんな大きさでいろんな場所に描いてみてるにゃん。ポチ、ポチ。これもいつもと同じで、やめ時がわからないにゃり。まだかな？なんかいっぱい描きたくなっちゃうにゃりよ。こんなもんかな？それでね、ちょっと、上の方に、雲に見立てた線を描きたいと思ってるにゃりよ。にゃんはこれまで、まあ横で描いてきたけど、さすがにこの波々は自分の手で隠れて線が見えないとうまく描けないから、ちょっと紙を斜めにしてるにゃりよ。みんなも描きやすい角度にして波々を描いてみてにゃり。これはね、にゃん的には
なんか雲とか霞のイメージにゃんけど、みんなはどんな幅でどんなの描くのかにゃー。結構このね、さっき描いた星をどう避けるかは悩みどころで、でね、こうやって描いてて思うんだけど、どっから描いてもやっぱり見えない場所っていうのが出てきちゃって、描きにくいなーと思っているにゃん。どうかなー。あー、だいぶできてきたにゃんよ。悩んでるにゃん。これもね、やめ時を決められないにゃりよ。よいしょっと。こんなもんかなー。ちょっと戻してみたよ。どうかにゃ。いいにゃりね。うん、今日のデザインはこれにゃり。みんなもできたかな？また今日も一個作品できたにゃりね。これに色塗ったりしてまた楽しんでにゃり。今日も最後までお絵かきにお付き合いいただいて本当にありがとうにゃり。また一緒に描こうにゃり。またねー。どうもありがとうにゃり。チャンネル登録してくれたらとっても嬉しいにゃん。